皆さんこんにちは。今回は今江監督の去就についてご紹介していきたいと思います。楽天今江敏明監督の来季去就が現時点で白紙となっていることが1日分かりました。今江監督は球団創設20周年となる今季から指揮を取り、6月には球団初の交流戦優勝を達成し、その後も粘り強い戦いを展開し、9月18日に64日ぶりに3位に浮上。しかしそれ以降の10戦はこの日ロッテに敗れたことで2勝8敗と失速し、今季138試合目で3年連続の B クラスが確定しました。指揮官はとにかく悔しい、この時期にここまで戦えて選手たちは本当に頑張っていますし、勝たせられなかったところは自分としては悔しいと振り返りました。契約は2年と見られ、続投が基本線とされていたのですが、球団幹部は今すぐ来年というよりはシーズン終了までは全部見させていただくことが会社の方針と説明し、現時点で球団側は今江監督と去就に関する話し合いをしておらず、全日程終了後に今季の戦いぶりについて評価をした上で話し合いの席に着くそうです。今江監督は2001年ドラフト3巡目でロッテに入団し、15年オフに海外 FA 権を行使して楽天に移籍しました。19年に引退し、20年からコーチを務め、23年オフに監督に就任しました。開幕前の下馬評の低さを覆して、最後までクライマックスシリーズ進出争いに食らいついた楽天、10月1日のロッテ戦に敗れてその道は断たれたのですが、今季から指揮を取った今江敏明監督の手腕はチーム内外から高い評価を得ています。2年契約でもあり、球団も続投要請をすると見られていたのですが、来季の去就は白紙との報道が流れました。そこにはあの投手が関わっているそうです。今回のことは楽天担当記者も驚きを隠せないでおり、評論家による順位予想は最下位が多くを占めていたものの、ここまでよく戦ってきたと思います。チーム防御率がダントツのリーグ6位であるように、層の薄い投手陣をなんとかやりくりしながらシーズンを通して勝率5割前後を維持してきた今江監督は、実力主義のもと公平に選手を評価して起用を決めてきたので、選手たちも信頼を寄せ、高いモチベーションで見劣りする戦力をカバーしてきた。続投に支障はないと見ていましたから、球団が全試合を終えてから評価して話し合いをするとしたことにはびっくりしました。選手たちもどうしてそうなるんだと不満を口にしているんです。ではなぜこうした事態になったのでしょうか。一つ大きかったとされているのが田中将大の起用法です。昨週に右肘のクリーニング手術を行って、なかなかコンディショニングが上がらずにずっと2軍調整を続けてきて、9月28日のオリックス戦でようやく今季初登板。 CS 進出に向けて負けらない戦いが続く中、レジェンド右腕が勝てばファンも盛り上がって一つの白星以上のチームの後押しになることも期待されましたが、結果は5回4失点で負け投手、痛い1敗を喫したわけですが、問題はその前9月4日のファーム戦での好投を受けて、田中本人も球団も9月中旬での復帰登板を視野に入れていたのですが、今江監督はもう一度ファーム戦での登板を指示。その試合を自ら視察して、田中の持つ影響力も加味して28日の登板を決めたのですが、そのことで球団のトップとギクシャクしたようです。そう話す球団 OB が続け、今の楽天は三木谷博文オーナーと石井和久球団取締役シニアディレクターが何事も2人で決めているようなもので、他の人が口を挟む余地はないんですが、その三木谷オーナーにとっても田中はやはり特別な存在です。楽天復帰時は破格の条件を用意し、会見にも同席、引退後も球団 OB の象徴的な存在でいてもらいたい思惑もあるから、来季も契約する方向だし、日米通算200勝も達成してもらって箔をつけたい。そんな田中に対して今江監督が一軍復帰登板への再テストを課したことに疑問符をつけているところに、今度は登録を抹消して実質上の今季終了を決定した。投球内容や疲労度など総合的に考えて決めた今江監督の判断は妥当なものですが、田中が抹消された30日の試合前時点で3位ロッテとのゲーム差は3に広げられていた。10月7日の最終戦までに消化試合が発生する可能性は高かったんです。三木谷オーナーとしては田中にもう一試合先発させて
来季に弾みがつくようなマウンドを与えたかったでしょうから、その抹消も影響したと見られています。球団はすでに水面下で次期監督候補との接触を始めているといいます。最終的には4位に屈したものの、10月に入ってもクライマックスシリーズをかけた熱戦を繰り広げた楽天、戦力的には苦戦が予想されていただけに、前線に導いた今江俊明監督の続投はすんなりと決まるかに思われたが、球団は指揮官交代も選択肢に入れて動き出しているという。一方の今江監督にも自ら身を引く懸念が浮上しています。今江監督は筋の通った男で、選手からの人望も厚く、マスコミ受けもいいのですが、上の人間からすると融通が利かず扱いづらさを感じる場面もある。それを嫌ってもう今江監督に代わる候補者ともコンタクトを取っているそうですとスポーツライターは語ります。その条件から候補者は限られてくるといい、そこにお金をかけたくない球団で、今江監督の推定年俸も4000万円で12球団の監督で最も安い。ファンが胸を躍らせるような大物を招聘することは考えにくく、そうでなかったとしても新たに外から監督を招くとなれば、連れてくるコーチにもそれなりの条件を求められる。今江監督の時と同様に内部昇格でお茶を濁すのではないか。三木はじめ二軍監督は20年に指揮を取った実績もあってコスパがいい。わずか1年で二軍監督に戻されましたが、後を継いだ当時 GM も兼任していた石井 SD は、再び一軍監督に返り咲く可能性を否定していなかったように、候補になりうるでしょうねと楽天担当記者が語りました。球団は今江監督の続投の目を消したわけではないというが、保険のような扱いをされては今江監督が面白いわけがないでしょう。今江監督も球団の対応、動きに対して不信感を抱いている。まだ41歳と若く、今監督の座に固執する必要もない。今シーズンで監督としての評価も得られたでしょうし、先々は愛着の深い古巣のロッテなど、またタクトを振るうチャンスは十分に見込める。一本気な性格なだけに、自分から辞めると言っても不思議はないと球団関係者がコメントしました。果たしてどちらに転ぶのか。監督問題のクライマックスは全日程終了後に控えています。この件に関して SNS では、あの田中登板のタイミングは疑問符がつく、 CS のかかった場面で1年投げていない投手をあそこに当てるのは普通では考えられない、案の定打たれ、チームはあの試合をきっかけに CS を逃した。その前に9月頭の2軍戦で登板し昇格予定だったが、田中の発言によって先延ばしになった経緯があり、どう見ても雰囲気が良くなかった。そこから消化試合の中途半端な起用にも首をかしげずにはいられない。お得意のフロントの指示なのかわからないが、監督同行よりも幹部の方針を改めるべき。もう一試合先発させたところで、マックス147のストレートで後半は140キロ前半しか出ない球速では一軍じゃ通用しません。 NPB 復帰後波以下の成績しか出てないが、それより一軍登板自体がないのはよろしくない。菅野のように毎年一軍ローテで投げていれば、今年のような成績を収めることもできるわけで、一軍登板がないレジェンド級投手は契約だけして稼働しないシーズンが年々積み重なっていく傾向がある。 NPB 復帰後7年間で3球団を渡り歩き、わずか60イニングしか投げなかった松坂の二の舞にはならないように。いかがでしたか。今回は今江監督の去就についてご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。